これが2024年8月現在の状況です。子供プロダクションチャンネルでございます。まずは PC オーディオの再生は、MacBook Pro 13インチモデル、これ使用しています。 Mac 内のアーカイブ音源をミュージックアプリ、そしてセラート DJ Pro を使って再生しています。続きましてターンテーブル、こちらはテクニクスの SL1200M3、 DJ 時代の頃からかなり使い慣れたものになります。カードリッジの方はオルトフォンの SPU-GTE 初期型オーディオニックスのものを気分で使い分けています。 DJ 用途の方ではオルトフォンのオメガを使用しております。これ2本目のトアームは SP 用としてオルトフォンの RMG212 オリジナルのものを使用しております。ターンテーブルのマットは余ってたガラード301のものを現在は使用しております。あとは針先を見るルーペ、あと水平器、これホームセンターで買ったやつです。あとは針先ブラシ、これなんかバリカンのものを流用しています。こちらプリアンプの代わりにレーン1という DJ コントローラー兼 DAC を使用しておりまして、 DJ ソフトのセラート DJ プロをコントロールしています。このモーター駆動の7インチのプラッターを搭載しているので操作感がとてもいい感じです。 DAC の方は 24bit48kHz までサポートしておりまして、ここに3バンドのトーンコントロールもついてますので非常に補正しやすいと思います。こちらは環境によるこの部屋の、ね、空間の特性を補正するためのイコライザーなんですが、グラフィックイコライザーではなくドローマというメーカーの1974というモデル、これパラメトリックイコライザーになります。これを使うことによって不要なピークを、ね、抑えられています。続きましてパワーアンプ、こちらマッキントッシュの MC275 復刻のものになります。出力区間は英国製のゴールドライオン、ベースがここねブラウンのものになります。非常に透明感がありふくよかなサウンドです。同じく英国製の GEC のものより小指が結構シャープに伸びている感じですね。それとこの MC275 の導入で低域不足も解消したんで、 FOSX のサブウーファー以前使ってましたが CW250D これ現在使用しておりません。こちらがスピーカーシステムになります。 Altec838A カーメルです。横型キャビネットにダブルウーファー 414Z が入ってて、あとシングルドライバー 806A と 811B ホーンを搭載したスピーカーになります。 The Voice of Theater を自宅で再現させるために生まれたシリーズになっております。爽快なサックスの吹き上がり、アルテックらしい乾いたサウンドが魅力になっております。 2way 3スピーカー構成でネットワークは N800F、 クロスオーバーは 800Hz、 16オーム仕様となっております。こちらはスーパーツイーターの FOSX-T925A になります。ムーンドルフの 0.1 マイクロファラットのコンデンサーを使っております。透明感やエア感の再現に貢献してくれています。ラインケーブルはベルデン8412、スピーカーケーブルはベルデン8473、ケーブル類は特別高価なものは使用しておりません。こちら電源トランス CSE-TX1000 アイソレーションバランスフォーマーになります。結構ね空気感増すんですよね。奥行きも感じられるようになります。他には親指での電源タップを使用しております。グリーンウェーブのノイズフィルター、これファンヒーターの点火時に発生するノイズを完全にシャットアウトしてくれました。その他には自宅から持ってきたウッドビーズの玉のれんと手すり用の玉材で作ったディフューザーを設置しています。下に見える灰色のやつは吸音マットなんですが、商品名がエコパルトン建材です。これを併用して吸音しております。あとあそこに見える白いやつ、あれはメラミンマットで吸音材ですね。一部に使用しております。
他には床に絨毯ね敷き詰めて響きすぎを解消しております。ルームチューニングですね。これがセカンドシステムの全貌となります。はい、というわけで理想の響きを追い求める情熱、素晴らしい音楽との出会い、共にエンジョイしていきましょう。こちらの場所は週末にねリスニングカフェとして、皆さんにも楽しんでいただけるように現在準備中でございます。ちょっと長引いてますが、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。もし視聴希望の方はコメントいただければね、タイミングさえあれば視聴可能ですので、インスタグラムのリンクの方から DM よろしくお願いします。というわけで今回はセカンドシステムの紹介でした。また面白いことあれば動画にしていきますので引き続きよろしくお願いいたします。心を揺さぶる音楽とともにあなたの一日が始まります。 Hope you enjoy Embark on new adventures。 動画の方最後までご視聴ありがとうございました。またお供のある場所で会いましょう。それではまた後ほど。さよなら。